OK。 こんばんは。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 見たよ、今日クマの上にシルバニア立てた。これ見えないけどクマが結構さグイーンってなってて、ウケる。こんばんは。みんなバスケ見てそう。え、今バスケやってんの？バスケ？テレビ？バスケってこと？私も見てほしいな。バスケもいいけど。こんばんは。姫呼びしてくれてる。ありがとう。今日はここにリボンをつけて姫要素を出してるのかもしれないね。熊の上にシュウマイ？熊の上にシュウマイ？これはね、なんだこれ。みかんかな。熊が、熊の上にも熊か、これ。このシルバニアもクマだわ。そう、みかん？わかんない、オレンジ？確かにこれなんだろう、わかんないけど、そう、クマが沈み込んでんの。なんかあのいつもさ、とりあえずなんとなくさ、配信のさ背景が寂しいから、いつもはもうあのバーンって倒してあるんだけど、ちょっとちゃんと置こうって思って置くんだけど、今日はなんかこんな感じのレイアウトになった。ちょっとクマには、下の白クマには頑張ってもらっている。姫カットですもんね。そう、姫カット。でもやっぱさ、うまくさ扱えないんだよね。私結構前からレイヤーみたいなのを入れてたけど、それもうまく扱えなかったし。でもピアスをね、新しくっていうか、全部塞がってたから、塞がってた部分をもう一回開けてもらった。そう、シルバニア可愛いでしょ。こことこだけど姫カットしたことある。いいね。どういう風になるんだろう。いいな、男の子で姫カット見てみたい。なんか今日めっちゃ自分からいい匂いするんだけど、めっちゃいい匂いするんだけど、自分からいい匂いするのは嬉しいことだよね。かわいいよ。ありがとうありがとう。ワンピースのボア・ハンコック。ハンコックって人か、ワンピースの。知ってるよ。多分あの人だなっていうのはわかる。なんとなく。でも後でちゃんとググっとこう。いい匂いしたい。そう、私、あのね、自分がね、臭くなることがね、あのね、禁忌の一つだと思ってるから。なるべくいい匂いがしていて。まあ、多分今日は香水の匂いなんだけど、なんかいい感じに、いつもなんとなく香水つけてんだけど、今日はなんかいい感じに香ってきて気分が良いですね。暑いわ、ちょっと待ってね。暑い。はい、 OK。
めっちゃロングだった。あ、なるほどね。ロングの姫カットね。いいな。私も本当はさ、姫カットするならずっとロングにして姫カットしてみたいって思ってたんだけど、もうロングまで伸ばすっていう気概が私にはなくて、ボブでやってもらったバニヤだよ。これ大阪のね、この前の大阪遠征の旅イベントの時に行ったシルバニアパークっていうか、ハーベストの丘のシルバニアショップにも売ってた。でも私はそれより前から持ってるから それより前から持ってるんで、もらったんだけど、誕生日プレゼントの友達から。さてさて、冷房うるさくない？なんか去年も聞いたな。去年じゃないわ、先週も聞いたな。これ結構私はボワーってうるさく聞こえるけど、そうでもないならこのまま進めます。じゃあやろっかな。ボブの姫カットもいいと思います。ありがとう。私もいいと思う、自分で いいと思ってる。今日はちゃかちゃん、ずんちゃん、小川陽子さんの本、猫は抱いて象と泳ぐ、やります。もうさ、これさ、タイトル最高じゃない？私ずっとこのタイトル大好きでさ、ずっと読みたかったんだけど、小川陽子さんの作品自体初めて読んだんだけど、あれだよね、小川さんは博士の愛した数式だっけ？博士の愛した数式とかは結構めっちゃ有名だよね。今回は初めて読んだのはこれ、シルバニア裏庭。いいね。なんか先週からなんかいい感じの語感と語感を見つけてきてくれるな。シルバニア思いつかなかったわ。めっちゃいいな、シルバニア。小川陽子さん日曜のラジオたまに、そう、ラジオやってる？やってたんだ。いいな。ラジオをね、あんまね、聞く習慣がなくて、私。ラジオ、いいんだろうな。最近さ、テレビも見なくなっちゃったし、ここにあるけど、ここにあるけど、全然テレビも見なくなっちゃったし。3月の終わっちゃった。あ、そうなんだ。じゃあ、どっかにアーカイブ化されてたらいいな。こんばん、ハーブティー。音読って権利の問題出てきちゃって聞いたことある。あ、音読はしないから大丈夫だよ。今日は紹介をする、紹介っていうか、紹介はおこがましいな。紹介っていうか、なんだろう、なんか、感想っていうかを話すぜ。話すね。ちょっと水飲むね。ちゃ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 。みんなお仕事終わりかな、今。お疲れ様です。前髪が割れてきたんで、これを直して。はい、じゃあ読んだことある人いる？読んだことある人いたら、まあ読んだことあるなって思いながら一緒に補足とかしてください。みんな、これはね、みんなさ、チェスやったことある？チェスやったことある？これはなんかめっちゃ端的に言うと、まずめっちゃ端的に言うと、天才的なチェスの腕を持つ少年が主人公のお話なんだけど、まあでも別に、なんだろう、チェス、私も全くチェス知らない、打ったこともないし知らないんだけど、なんかまあ全然チェス知らなくても楽しめるっていうか、なんか全く私
は全く知らなかったから、全く知らないからこそのなんかこの物語の中で作者が表現するチェスの楽しさとか美しさとか複雑さみたいなのの視点になんかこうまっすぐのめるのめり込める感じがあって、そこが面白かったし、全然チェス知らなくても楽しめるお話なんだけど、そうそういう感じのお話、実は未読。じゃあこれ今日のこの配信聞いた上でちょっと最初の予備知識蓄えた上で読んでみて、これから読みます、やった。じゃあ今日はあのネタバレっていうか、そんななんか大事なことは触れないように喋るね。今日は時間通り始まったね。え、いつも時間通り始まってるよ多分。チェスある、お、チェスある人いた、やったことすごい、やる機会ないんだけどね。そうで、この主人公の少年はなんかもともと最初の少年の特徴として生まれた時に唇に血管があるあって、でなんかそれによって結構静かで寡黙でなんかあんまり人と関わらないみたいなタイプの人間だったんだけど、そういう少年がチェスに出会ってチェスに打ち込んでいくっていうお話なんだけど、なんかこの少年はまず、まあ、過去のいろんな出来事によって物理的に自分の体がこう大きくなることについて異常な恐怖心を抱いていて、だからもうちっちゃくじゃない、大きくならないようにって気をつけてて、11歳の体のまま成長が止まってるっていう少年なんだけど、そういうのも特徴の一つにあって、であともう一つ、そのチェスの腕、少年のチェスの腕は確かなんだけど、そのチェス台の下でチェスを打たないとその本領が発揮できないっていう、また特殊な部分があって、だからなんかそのすごくチェスが強いから、そういう公式のチェスクラブに入れるレベルではあったんだけど、でもそのチェスクラブだとそういうチェスの打ち方は反則っていう風に見なされて入会させてもらえず、海底チェスクラブっていうなんかなんだろう、少しもう訳ありじゃないけどぽい、なんか公式ではあるけどそういうなんか正規のチェスクラブとはまた別のチェスクラブで人形を操ってチェスを指すようになるのね、その少年は。だから自分の姿とかを見せずにチェスを打つっていう。でその少年はあの美しい寄付っていうんだっけ、寄付、あの美しい寄付、あの将棋の儀に楽譜の譜ね、そう、この寄付そう、その寄付を描きながら、あの少年かつ少年のチェスがすごく評価されていって、でロシアのかつての名チェスプレイヤー、リョーヒンっていう人がいたんだけど、その人が盤上の詩人っていう異名っていうか、盤上の詩人って呼ばれてることに倣って、その少年は盤か、あの盤の下ね、の詩人って呼ばれて界隈で一躍有名となっていくっていう、まあすごくざっくりとしたあらすじではあるんですけど、テーブルの、そうテーブルの下に潜り込んでチェスをするって、で体がさずっとちっちゃいからそのテーブルの下に潜り込めるわけだよね。駅のホームで風を感じながら明るい月を眺めて聞くと考えの主役がいい配信の聞き方してるな、ありがとう。今日って有名なのいっぱいあるらしいですね。え、そうなんだ。なんか、あのあれだよね、あのさ、定石みたいな感じの
なんかあるよね、こういう形が、こういう形みたいな。うまく言えない、うまく言えないからちょっともう喋るのやめよう。で、まあそのさっき 最初の方に言った、その少年が大きくなることへの恐怖心みたいなのは、結構ずっとこの少年の中での、まあ文章の中でも、大きくなること、それは悲劇であるっていう表現で出てくるんだけど、そういう傾向が少年の中にはずっとあって、でそれ、その傾向が形成されてく要素みたいなのには、このタイトルにもある、例えばあんまり言い過ぎたらダメだよね、でもどうしよう、どこ、まあうん、まあタイトルにもある、例えばこの像だったら、少年が好きなデパートの屋上に昔、あの、なんだろう、鑑賞用というか人が見る用の像みたいな、像がいて、でもその像は屋上にいる間に大きくなりすぎちゃって、一生その屋上から降りられなくなっちゃって、死ぬまでそこに居続けたっていう、エピソードがある立て看板をちっちゃい頃に少年が見て、そこで大きくなることへのちょっと怖さみたいなのが少年の中で生まれたり、あとはあのマスターっていう主人公じゃない、マスターっていう登場人物が出てくるんだけど、このマスターはあの少年にチェスを教えた張本人なんだけど、この人はあのバスで暮らして、はいバス、もう使わなくなったバスの中で暮らす元運転手の太ったおじさんなんだけど、そのマスターもどんどん、もともとまあ太ってたんだけど、どん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 そのバスの中で大きくなってって、もうバスから出るのもままならないくらいになってきた、ある日突然バスの中で死んでしまってるっていうことがあったりとかして、でまあ多分なんかこれが一番大きな引き金となって、多分少年の中で大きくなることっていうのが怖いものっていう風に完全に形作られた感じがあったんだけど、私の中ではそのなんかマスターが死んじゃうシーンが結構すごい印象的っていうか、なんか捉え方によってはすごい残酷で、なんか印象的なシーンだったし、多分少年の中でもショッキングというか、すごく大きな出来事としてなったんだけど、なんかこの死っていうものが結構この本の中には割と出てきて、でその少年の周りで起こる死みたいなのは、この物語において内包される死みたいなのでもあるわけなんだけど、きっとでもなんかその描き方、それぞれその死んでしまう人たちの描写がなんか分かりやすく過激とか残酷とかではないのに、なんか心にズドッとくる感じの描写の仕方で、それが結構私は心に残ってるかな。なんか小川さんの方はずっと私読んでみたかったんだけど、なんかもう一番思ったのは、文章がめっちゃくちゃ綺麗、美しい、綺麗な文章を書いてて、それがなんだろう、めちゃくちゃ良かった。私はすごい良かった、なんかね。だけどなんかその美しいだけじゃなくって、そういうなんか文章の中にずっとこの作品にはなんか物悲しさっていうか寂しさみたいなのが含まれてるなって思いながら読んでたんだけど、だからなんだろう、結末自体もそういうなんか文章のがはらむ美しさ、綺麗さと
寂しさみたいなのが合わさった感じの終わり方で、それはぜひ読んで感じてみてくださいってとこなんですけど、もともとでかくなるのが嫌なのに師匠がでかくなってなくなる、そうもともとそうやって大きくなることについて怖いなって思ってたとこに、またその師匠もどんどん大きくなっていっちゃうから、少年はそれを見ながら、なんだろう、多分ずっと危惧してたんだけど、危惧してて、まあ実際死んでしまったっていうなんだけど、なんかね、セリフがね、多分読んだら分かると思うけど、めっちゃいっぱい印象的なセリフが出てくると思うんだよ。なんかなんだろう、すごいね、この小川さんがめちゃくちゃ、言葉を丁寧に扱う方なんだなっていうのがすごい分かる表現文章で、なんか言葉っていいなみたいな、大切だなっていうのをなんかね改めて感じた、いい読書体験だったね。普通に他の本も読みたい。あとチェス自体全然知らないんだけど、なんかそのチェスの持つ魅力みたいなのも、その小川さんなりの作者なりのその視点での表現で感じて、それも面白かったです。悲しい話だけど少しキラキラしてそう。猫を抱いてる猫は、なんかあんま全部言いすぎるとあれかなって思って省略しちゃったけど、まあ猫は例えばさっき言ったそのマスターがいたバスの中で一緒に猫と過ごしててとか、あとあのその主人公がリトル・アリョーヒン、ロシア、あのチェスプレイヤーのアリョーヒンに習って呼ばれてたけど、そのアリョーヒンで合ってたっけ、字の順番、アリョーヒンが、の写真の中でこう猫を抱いてるっていう確か写真があって、だからまあ猫、難しいところはちょっと読んで分かってほしいけど、そういう感じで猫もちゃんと出てくるよ。でもうね、あの読み終わったら、あのもともと最初にも言ったけど、この猫を抱いてゾウと呼ぶっていうタイトル自体がめちゃくちゃ私はなんか惹かれてたんだけど、読み終わったら、あ、なんかこのタイトルでしかないなみたいな風に思ったから、それも感じながら読んでみてほしいです。という感じ。という感じ。ね、最後もね、こういう感じの終わり方なんだっていう風に私は思ったんだけど、チェスって結構なんか割とよく目にするっていうか、何か題材にされたりとかは結構してるよね。なんか映画とかでさ、映画なんだっけ、チェスの映画見たことあるんだけど、調べよう、なんだったっけ、チェスの映画、あ、ボビーフィッシャーを探してってやつ昔見たことあるんだけど、それもなんかチェスのあのを題材にした映画で、あれも面白かったから、なんか一応なんて言うんだろう、そのチェスの奥深さというかみたいなのは昔にも知ったことあったけど、多分それ以上は特に
知ろうとしなかったんだろうね。またなんか改めてこの本読んで面白いなって思いました。それは気になる。ありがとう、気になってくれて。すごい本当にね、いい、なんかすごく優しい表現の仕方なんだよね。いいですね。読まないとなんで進められたかわからない。うん、読んでみて。なんか吉本バランとか役に変わりとかノリクとか好きそうっぱいなんて。うん、まあ結構あの本読み始めた初期はエクニさんとかめっちゃ読んでたね。吉本バナさんはやっぱりキッチンが一番好きですね。キッチンの中に入ってるムーンライトシャドウが一番好き。オンダリクさんはゾウ、これもゾウだ。ゾウとゾウのゾウ、なんだっけ、ゾウの耳鳴り、ゾウの耳鳴りだっけ、なんだっけ、が好きですね。良品、実在の人物みたいですね。あ、そう、多分そうなの、そうなの。だからさ、なんかさ、猫抱いてる写真ない？ない？チェスはネットフリードラマのクイーンズギャンビットがめっちゃ、あ、それ見たことある。クイーンズギャンビット、あの子、あの、わかるよ。主人公の女の子、めっちゃ好き。めっちゃ好き。いこちゃん、女流作家って意識して読む？あー、あんま意識しては読んでないかな。普通になんか読みたいって思った本読んでてって感じかな。なんか多分結構私男の人の本読む方が多くて、だからやっぱ女の人の本読むと、なんだろう、その文章の、まあまあ男の人女の人っていうカテゴライズで分けて考えるのも慎重になるご時世ですが、女の人の本読んでるときはやっぱりなんか文章の繊細さみたいなのが結構ひしひしと感じることが多いかもしれない。高校生くらいの頃オンダリックス読んでた気がする。読みがちかもね、オンダリックスさん。高校生面白いからね。オンダリックスさんもめちゃくちゃ文章がうまい。こんばんはですね。そんな感じですね。ぜひ読んでください。よろしくお願いします。ずっといい匂いするわ本当に。今日よかった、自分からいい匂いして。なんか言おうとしたんだけど忘れてしまいまして、でも言いたいことは今日も全部言いました。もう28分だ、経ったわ。じゃあ日常的な会話しよう。雑談というやつでも話すことないな最近。毎日のようにざるそばを食べてます。ざるそばを食べてます。みんなは何を食べてるかな。感想伝えるね。ありがとう。え、なんかパソコンが変になった。あ、大丈夫だ。台湾遠征の準備終わりました。え、あのパッキングってこと？パッキングはまだ何にも手つけてません。パッキングはあれですよ、あの前日にならないと。前日？なんか出る時間によっては当日か、前日か当日にしかできません。もうできません。小川糸さんもからさま麺食べがちそう、麺の中ね、ざるそばが一番美味しいですからね。
ほんまにザルそばはうまし。どこのザルそばがおすすめですか？なんかね、もう私はね、あのお店で食べる、お店じゃないの、お店で食べてないの、あのそんなに経済力がないので、あの一番近いスーパーのミニザルそばを買ってます。一番食べてるのはそれ。本当にあのまずくもめちゃくちゃ美味しいというわけでもない、ザルそば、ザルそばでしかないものですね。最近小説は全く読んでないんですが、学問ばっかり、ザルそば自宅でやるとコスパ最強。そっか、作ればいいんか自分で。確かに、そのあの本当に東京に引っ越してきてから自炊してなくて、やばい。東京人にももうなんかちょっと栄養バランスが心配って、さこの前すごい心配された。なんかそうだよね、そりゃ。長野でそば食べましたが、地元の相模の方が美味しかったです。わかる、相模のさそばめっちゃ美味しいよね。私はガッチャンセットが大好きだった。相模ってどこにでもあるのかな、地方ローカル、ローカル飲食店。重量制限に引っかからないでねはいはい、本当にね、セクレはね、空港でね、空港でのトラブルが本当に多いんで気をつけます。あと普通にね、あの、あ、一応皆さん向けにもう一度言うと、あの台湾遠征が9月の2日3日、台湾ライブ、台湾でのライブが9月の2日と3日にあるんで、まあよかったら、よかったら来てくださいというか、お見知りおきよって感じですね。あの知っていてくれると嬉しいです。でもちょっと台風があれで心配だよね、飛行機飛ぶか。薬味たくさん入れる派？私はね、あのね、本当にネギが大好きで、本当にネギが大好きで、あの致死量のネギを入れたい、本当は。本当はね、茹でるだけで OK。 そうなんだよね、そばって茹でるだけで OK なんだよね。作ろう今度、絶対に。そりゃそうだわ、そうすればいいんだ。なんでわざわざ買ってたんだろう。ソワちゃんに教わって、そうだよね、ソワちゃんにね料理教えてもらいたい。めんつゆさえあれば麺茹でるだけで、椅子も量も調節しやすいし、薬味も使う方で。そうだよね、絶対そうだよ。その頭なかった。そのもうそうする、絶対そうする。明日は無理かもしれないけど、そば買います。でも鍋がね、あの鍋皿もないな、お皿もないし、なんかまともな鍋もあんまないかもしれない。本当にね、あの生活力がなくてやばい。この前同居人にも言われたけど、自炊量どのくらいだ。いやもうね、あのお店とかでさ、ざるそば頼んでついてくるネギあるじゃん、あれ本当に少ないよね。あれの5倍は欲しいですね。でもそれはまだ致死量ではないかも。あれのあれなんかね、あれの5倍くらいは欲しい。実際なら任せろ、頼れる。相模、東京でも西の方に鈴木あるみたい。そうなんだ、みんなも相模行ってみて、美味しいから。さっちゃんセット、ガッチャンセット、みっちゃんセット、おすすめです、おすすめです。やばい、35分も喋ってる。まな板と包丁はあります、ちゃんと。薄いまな板がありますね、薄いまな板がありますね。でごめん、もう一個告知というかさせてもらうと、明日もライブがあるんで、明日は8月最後のライブですね。9月最初は台湾でライブができるんですけど、明日は8月最後の滑り込みライブですね。もうぜひ待ってます、待ってます。ということで、そろそろこの辺で終わりにしようかなって。みんなそば情報もありがとう。
終わりにしようかなって思います。来週はちょっとね、できる、遠征があって本読む時間があるかどうかちょっと危ういんで、新しい本の配信のやつできるか分かんないけど、分かんないけど配信はもちろん行うので、来週も配信でお会いしましょう。可愛かったよ、ありがとう、ありがとう。ということでまた来週、あ、この後ね、まのちゃんとお月日ちゃんの配信もあるから、引き続き良い夜を過ごしてください。それではまた来週、ありがとう、またねー。